は、こんにちは、はるけです。今回は FC25 新ヒーローと予約特典についてです。まあ、先日出した動画でもですね、話した通り、来作登場する新ヒーローが、まあ、確定されたという形になってます。すでにね、公式サイトからもね、写真が出ていたりとかありますので、まあ、こちら計13名かな、ヤヤトゥーレを除いた13名が新ヒーローになるというふうなことになってます。すでにね、内部の能力はまだですけれども、OVR、総合値は発表されてまして、少し見にくいかもしれないんですけれども、アザールに関しては初期は86ということになってますね。ちょっと低くないかと。アザールもっと高かっていいんちゃうかというふうには思いますね。多分新ヒーローの中で一番能力が高いのはこのシャシッチですかね。アザールの、まあ、右下にいる女子選手になるんですけれども、このドイツの ST のシャシッチっていう選手が一番能力は高く、まあ、総合値だけでいくと高くなってるという感じにはなってますね。まあグディとかマイコンとかいますけれども、シャシッチの方がオブヤルは高いという感じにはなりそうですかね。で一応ね、こちらヤヤトゥーレも含めた14名のねカードが予約特典にもつながってきますので、今回ねそちらも含めて紹介をしていければなと思います。でまたね、 EA さんの公式サイトの方でこちらの新ヒーローに関する動画がね出されてますので、そちらをね一緒に見ていければなと思います。それでは行きましょう。いやこれねマジでねかっこいいです。マジでかっこいい。まあトレーラーっていうがっつりね YouTube とかの方で動画ではないんですけれども、一応公式サイトで、見れますかね。 X の方でも出されてましたね。まず曲がね、ちょっとあの少量ですけれども、かっこいい、かっこいい、リズミカルな感じで、でそれと新ヒーローの、まあ、紹介というかですよね。これはねめちゃくちゃいいよ。の乗れる感じでいいで来るよと、新ヒーロー来るよという感じで、なかなかね個人的にはかっこいいなっていうのは思いますね。なんかワクワクするような新ヒーローについての動画になってましたね。で一応ですね、まあ予約特典についてなんですけれども、別の動画で、過去に話はしてはいますけれども、来作の予約特典にはですねこれらのカードがついてくるという風な形になってます。ただ一応ですね、8月の20日までに予約をしないと受け取れないという特典になってますので、まあ、欲しい人はこの時までに予約をしてほしいなと思いますね。でこれらのカードに関しては一応2バージョンあると思うんですけども、左と右にね、で右の方が能力強いぞっていう風な感じで、この2種類はですねオリジンヒーローっていうのとプライムヒーローというものになってるみたいですね。でこのカード自体はライブカードになってまして、一応その、まあ、左から右に能力が上がるよっていう風な感じだそうですね。まあ別動画ではですね、ちょっとこうなんか別物の2種類のカードと思っていたんですけれども、実際はそのね左の能力のカードゲットしたら後に右のプライムの方に能力が上がるよっていう風なシステムみたいですね。配布時期に関してはですね、おそらく左のオリジンヒーローに関して開幕からもらえると思いますね。一応9月の20日っていう風に書いてはありましたんで、9月の20日に、まあ、だから開幕ですね、アルティメットエディション開幕と同時にもう多分パックのところにこの確約があるんじゃないかなと思いますね。でそっからそれで当てた選手が後に多分ね、これもまあ一応書いてあって11月の28かなにアップグレードされるよっていう風な感じだと思います。だから一応ね、右の強い方のバージョンはねパックではもう多分当てれないっていう形になりますね。そもそも開幕で、まあ、左の、オリジンヒーローの選手が当たった、その選手が後にアップグレードされるよっていう風な感じなんで、結構ねオリジンヒーローで誰が当たるかっていうのは大事になってくるんじゃないかなと思いますね。でまあどうでしょうね、もちろん内部の能力だったりとかプレイシャルプラスとか、プレイヤーロールとかにも寄ってくるとは思うんですけれども、まあ、やっぱりアザールとかグティとかヤヤトゥーレとかマトゥイディとかそこら辺は
当たりな気はしますよね。で個人的にやっぱマイコンがもう超大当たりかなとは思ったりしますね。アップグレードされてもその環境下の中でかなり強いんじゃないかっていう風な感じで、で逆にちょっとこう外れ枠という風になるのはやっぱキーパーのハワードだったりとか、またはサウジアラビアのヌールとかですよね。多分ここら辺はね当たったらいやみたいな感じになってしまうかもしれない。でシャシッチがちょっとまあ気になるところ、一番、まあ、アザールとかマイコンよりも能力ね高く設定をされてますんで、めちゃくちゃ強い可能性はあるんじゃないかと思ってしまいますよね。で最後にですね、新ヒーローの公式サイトを見てみるとですね、選手それぞれに関する情報とかなんかも記載をされてますので、気になる方はですね一応概要欄にリンク貼っておきますので、まあ、そちらから先の動画だったりとか、まあ、これらの選手説明だったりとか、見ていただければなというふうには思いますね。最初にね話した通り、8月の20日までに予約をしないとこれらの選手、まあ、カードっていうのはもらえなくなってしまいますので、来作購入予定の方はですね早めに予約していただければなと思います。少しでも参考になれば嬉しいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなだったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。